もしもーもしもし、お疲れ様です。鍋谷です。はい、ご苦労さんでーす。はいはい、はい、まあまあ天候は安定してます。あ、安定してますですか。天気が明日の天気ですが、現在辛坊さん、はいはい、東にある高気圧と、西にある低気圧の、ちょうど間にいる形です。で、東の高気圧の中心は北緯43度、西経133度に1つと、北緯33度、西経135度に1つという、氷炭上で南北に2段積みになっております。で、西の低気圧の中心は北緯50度、西経180度で982ヘクトパスカル。ただ今夜日付が変わる頃に、もう一つ低気圧の中心がちょっと近いところにできまして、それが北緯48度、はい、西経161度で991ヘクトパスカルで、まもなくその低気圧の4時の位置に入ってくるということで、この後日付が変わる頃から風が徐々に強まってきそうです。で、風日付が変わる、はい、日付が変わる頃から風が強まってきそうと。で、風向きはこれから午前4時頃までは南南東からの風、はい、そして明日の午前4時以降は、弱い前線を通過しますので、南西からの風に変わります、はい、で、なるほど、明日午前中いっぱいは雨、です。で、風の強さのピークですが、はいはい、まあ、今夜から徐々に強まっていくんですけれども、はい、明日の朝5時ごろから、11時ごろにかけてが風のピークです。はい、はい、はいはい。はい。で、南南西、あるいは南西からの風が最大35ノットの予報です。で、明日午後から明後日の明け方にかけても南西からの風が続きまして最大30ノットの予報です。ああ、なるほど。はい。了解です。という感じです。ということは、明日の、整理します。はい。明日の朝までは、はい。南東、はい。というか今の風が続くこと？そうです。今の風が続きます。明日の朝までは。あ、今のか、明日の朝まで今の風が続くと。はい。それで、最大風、これから先になんか劇的に上がるような気配がなさそう。はい、最大35ノットですね。あ、今もそういう予報なの？今はですね、こちらの手元では、20ノットぐらいの風だというふうに出てるんですけど。なるほど、なるほど。で、それが今夜の日付が変わる頃から、徐々に強まってきて、最大35ノットぐらいに明日の午前中上がってくると。いう予報になっております。いや、それ明日の午前中に上がってくるのはその低気圧における南東の風だよね。今の、そうです。あ、いや、南西の風。南西の風です。はい。今の南南東なんだよ、ずっと今日。そうですね。南南東って出てます。ね。これはですね。これはいつ、これ、うん、南南東の風も、今夜の10時ぐらいから南、ごめんなさい、南南東からの風は明日の明け方4時頃に南南西の風に変わります。なるほど、はい。その南南東の風分の強さが、これも35ノットがピーク？そう、南南東の風のピークは、25ノット今夜、0時頃です。はい、わかりました。はい、はい、大体いい、完全に理解しました。はい、気をつけて、はい。はい、